なるほどな。今会場はそうなっているのか。避難場所にしていたのがアダとなったな。避難場所にしようとしていたんですか。ああ、つくよみの指示でな。俺も同意見だった。となるとヘルナとラディウスがその虚構迷宮内にいるのか。ですけど外も想像以上に大変なことになっているんですね。ああ、さっきもそうだったが、一般人、もしくは行方不明だった死体が動き出している。東京の街には悪神教のフードをかぶった奴らが歩き回っている。困ったことに先ほども言ったが生きてる一般人と死体が混ざっているから俺も対処が難しいんだ。フードの中を確認したらいいんじゃないんですか。あいつら、フードの中身が見えねえんだ。しかもフードも剥がれやしない。つまり術が発動している間は姿形がわからないようになっている。生きているか死んでいるかは肌に触れた時の感触ぐらいだ。体温があれば一般人、異常に冷たかったら死体、わかる情報はそれくらいだな。だが死体ももともとは犠牲者、無下に扱うこともできない、相手は防衛軍の嫌がることを徹底している。パト、この後の流れ、どう予測する？虚構迷宮、これは情報通りなら批判はファルドラでしょうね。ですがあの規模だ、発動している間はさすがのファルドラでも縛りはあると考えます。そしてこの洗脳者、間違いなく悪神教、その洗脳者は他の一般人も襲っているなら目的はゾンビのように洗脳者を増やして悪神教徒を増やすことじゃないですかね。なら考えることは一つ、ファルドラは今電波ジャックで東京内の情報を遮断している、そして悪神教は教徒を洗脳で増やす。そして情報が遅れた近辺から洗脳された教徒を増やして日本という国を悪神教徒に染める。それが目的とするなら一般人襲撃を阻止、避難をさせて洗脳者全員を一箇所に集める。手間だけど、そうしないと相手の策略を止められない、俺はそう思います。いい過程だ、信憑性もある、東野と俺もそう考えて防衛軍全体すでに動いている。そこまでの観察と考察ができるなら上等だ、パト、手分けして洗脳者を倒して集めてくれ。言っておくがあいつらは一筋縄ではいかない、おそらく洗脳で力を底上げされている、そこそこの抵抗を見せてきやがる。俺を試したわけですか。悪く思うな、俺もパトを知らない、どれほどのものか確かめながら進めないと食い違いが出てしまったら困る、今の状況だとなおさらな。わかりました、ですが俺はもう一つ想定しています。この目的は現状だとすぐ解決します。それに対して相手が何も用意していないとは思えない、何かしらのアクションはあると思います。ロイドさんや父さんたちはそのアクションまで予想しているのですか？予想か、そこはある程度、だがどれも今と同じ用意なのは間違いない、腑に落ちないのは理解できる。もし相手が想定以上のことを仕掛けてきても対処できる心構えはしておいてくれ。すでに戦場、いつ想定外がやってくるか俺もわからない。わかりました。ではお互い気をつけていきましょう。肝心なところは不明、そこを理解しないとダメなのに。ここで何をしている、ジェーン。光に群がる虫みたいに何か来ないかなってね。それで結局その光に誘われてきたのが喉が渇いて仕事中にサボってるお前だけっていうオチか。失礼だな。休憩だよ。ちゃんと8時間労働したら1時間以上の休憩を挟ませる義務が会社にはあるんだよ。残念だったな。地球防衛軍は会社じゃねえから通用しねえ。ブラック労働の頂点にようこそ。はぁ、赤払いねえ。まるで今の現状みたいだ。このバカどもはまだ減ってねえのか。雑に扱ったら他の人に怒られるよ白鵬。バカか、ロイドとトウヤから考察は聞いたが、別の目的もあるだろうが。なりすまし、だよね。これだけ術者と同じ姿の洗脳者を作ることで本体が紛れて移動することができる。さぞかし動きやすいだろうね。人を隠すなら人の中、おまさか文字通り体現しててちょっと感心だよ。相手は俺たちの心理をわかってる。一般人に荒ごとはできない。だから手加減してくるから不意打ちも可能。一般人向けの峰打ちなんて君子からすればマッサージだろうな。つまりこうやってある程度思い切りやっておかねえと本体と接触してても気づかない可能性がある。それで白鵬が殺したらどうすんのさ。そん時は悪神教の連中に罪をなすりつけるさ。実際あいつらが悪い。正義の味方とは思えないクズ発言。さすがだ、立花副隊長。お前のカードは程よい火力だから一般人相手でも十分に発揮できる。バハちゃんを失った後に何言われても虚しいだけよ。気持ちはわかる、だがずっとそうやって落ち込んでても仕方。尊敬できるしのしを仕方ないで済ますな。私にとってバハちゃんは友人であり師匠だった。彼女は絶対に幸せにならないといけない子だった。なのに死んだの、しかも仲間だった人に殺された。あなたはきっと多くの死を乗り越えたのか、背負っているのか知らない。だけどこの思いや苦しみは私の大事な感性なの。割り切らないといけない状況なのはわかってるわよ。だからこうやってお面つけて仕事してんでしょう。半端な慰めなんていらないわよ。優しさを向けてくれるならただ私に仕事を押し付けてよ。私の傷口は触らなくていいから。それだけの覚悟があるならいい。すまないことをした。
こいつはこいつなりの覚悟を持っている。わかってんだ。心が揺れている奴ほど戦場では死にやすい。立花、お前は今一番危険なんだよ。どう？結構連戦が続いてるけど戦えそう？ああ、別に相手は一般人レベル、それくらいなら普通できても問題ない。だけど俺もパトとの戦いで残りオーラが3割ほどしかない。今後のことを考えたら無駄な戦闘は控えたいところだな。私がメインで戦う、アランはアシストをしてくれたらいい。私だってビリアンが認めた近接実力派、大いに戦えるわよ。メリアさんに泣いて棄権した奴のセリフじゃねえな。一体、そんなこと言ってると見捨てるんだからね。さあ、さっさと雑魚を一掃するわよ。こんなことで時間かけていられないんだから。そうそう、邪魔者を排除しないと鬱陶しいよな、お互い。いや、後ろに避けろ。こんなレベルの混沌なわけ、オリジナルー。逃がすかよ、金魚の糞。やべえ、早すぎる。もう俺の目的は叶わない。ならせめて悪神教の使命を全うするしかない。邪魔者を全員殺せ。俺が長い時間をかけて作り上げた最高傑作たち。いやいや、鍛えてないから簡単に貫通するんだぞ。豆腐みたいにな。大体そのレプリカだと。この威力、新から。センスねえな、全然似てねえじゃねえかよ。技術がおかえちだな。そう、いい味出してると思うよ。少年の悪さをうまく再現できてる。俺がオリジナルを潰す、ファルドラは抱き潰せ。美味しいところを持っていくな。僕、女の子痛めつけて楽しむ趣味はないんだけどな。なら即殺せ、なら痛めつけるに該当しない。うっせ、僕痛めつけるの大好き。あの失敗作は俺がやる。お前は売り二つのファルドラもどきを潰せ。楽勝だろ、先輩なら。その前に3対1で白鵬倒したい。ひどいな、パト君、私のことを突き放して、そして殺して。誰だ、お前。やだ、バハートだよ、パト君が殺したバハート。痛かったなぁ、ファル君の攻撃で死にそうでさ。でもまだあの状態なら死ななかったのに、パト君がとどめさしてさ。ねえ、責任取ってよ、死んでくれたら私、許してあげる。バハートさんの顔で、バハートさんの姿で、バハートさんの声で、適当ほざくなよ。俺をイラつかせるのも大概にしろよ、クソども。お前みたいな半端者がバハートを語るな。何、今から大事な人だったって言いたいわけ？あれだけ突き放してきたくせに。都合が良すぎるんじゃない？なら最初から抱いて自分の女にでも来たらよかったじゃない？そんな度胸もないくせにさぁ。黙れよ、男女の関係をそんなことでしか判断できない奴にどうこう言われたくねえよ。せっかく互いに少しでも分かり合えて仲良くできそうだったんだ。お前らは絶対に許さない。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。